41回目産経大阪杯。おっと出遅れた5番西の大王です。さあ優等生、それから鞭を振るってファンドリリブリア、これを生かせないマーベラスサンデーです。マーベラスサンデー花に立ちました。なんと、いやいや8番のファンドリの方です。やっぱりファンドリの方です。マーベラスサンデー2番、3番手内を通って三強シュート、石のサンデーと優等生ロイヤルタッチ、人気どころの位置取りが興味があります。さあ第1コーナー右カーブを取って9頭第2コーナーに向かうところでありますが、1番の石のサンデーの後ろにロイヤルタッチがつけました。もう一度先頭から紹介しましょう。8番のファンドリリブリア先頭、これは大方の予想通り。それから三強シュートが2番手につけました。3番手7番のマーベラスサンデーちょっと控えたという感じ。内を通って石のサンデーが4番手、それから優等生が5番手であります。その後ろでありますが3番のパリスナポリオン、そして4番のロイヤルタッチ、今日はうまく外へ出ました岡部騎手、それから9番のアフターユーがいて5番の西の大王。淡々としたペースになろうとしております。 2000m でありまして、前半の 1000m は1分1秒ちょっとというところでしょうか。平均ペースです。いつマーベラスサンデーが動き出すんでしょうか。現在依然として3番手であります。7番マーベラスサンデーが3番手、それから石野サンデーが4番手、優等生がずっと差を詰めていったロイヤルタッチ4番が上がってまいりました。早くも第3コーナーから第4コーナーというところ。マーベラスサンデーが余裕しゃくしゃくですね。これは武豊騎手余裕しゃくしゃく、前にいるのが三強シュートとファンドリリブリア、マーベラスサンデー、それから優等生ロイヤルタッチ石野サンデー、外からアフターユーです。さあ場内が騒然としてまいりましたが、早くもマーベラスサンデーは先頭に立つのか。マーベラス先頭か、白い帽子は石野サンデー、ロイヤルタッチが外から来る、さらに優等生といったところでありますが、マーベラスサンデー完全に先頭。マーベラス先頭、外からロイヤルタッチが差を詰めてきた。外からロイヤルタッチ優等生、それから石野サンデー、この3頭の2番手争い、完全にマーベラス先頭だ。マーベラスサンデー先頭、そして2着争い優等生か、優等生が2番手に上がるか。さあマーベラスサンデー圧勝、そして2着は優等生だ。